はい、どうも、ちゃばしーと、みくです。はい、とさ、本日ですね、また予約開始のね、みくちゃんが、ね、出てきましたんで、またね、一緒に見ていきたいなと思います。はい、まずはですね、プラマテリア、レーシングミク2023バージョンでございます。グスマさんが展開しているプラモデルシリーズがあるんですけども、それでね、レーミクちゃんの2023のね、レーミクちゃんが出てきてくれました。これは前回ですね、動画の方では、ワンフェスの動画ですね、あちらの方で出してます。うん。でもうね、塗装済みのね、彼女が出てきてくれた塗装済みというか色がついた状態の、状態でね展示されてましたんで大体のものを把握してたんですけども、うん、でもこうやってやっぱりね動いてというか別のポージングを撮ってっていうのは、ね、今回初めてになりますので、うん、改めてその完成度の高さがね、伺えるのかなという感じがしますね。はい、全体的にはよく見るようなね、いわゆる、ビプラと言われるものですね、美少女プラモデルと呼ばれるものの類に入ると思うんですけども、うん、まあ、よくできてるのかなと思います。はい、表情パーツもね、うん、2種類ついてきてるみたいですので、いいんじゃないかなと思います。はい、で、これはですね、すでに塗装がされてる状態の子が、写真に撮られているっていう状態らしいんですけども、うん、おそらく塗装といっても墨入れだとかそういったもの程度だと思うんですよね、多分ね、うん、実際がどういう風なものかちょっと分かりませんけども、はい、加藤のテープは内装材により再現と、各種交換用手首とフラッグが付属、表情パーツは塗装済みの笑顔に加えデカールにより好みの目線を選択できるものが2種類付属という感じになってみたいですね。うん、でアイデカールとメーカーロゴの、水転写デカールが付属、各成形色彩色済みパーツに組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現という感じに書いてありますので、うん、組み上げるだけでもうこれにほとんど近いようなものになると。で加えてさらに塗装を加えることによってよりね完成度の高いものになりますよっていうものになります。まあ、基本的にプラモデルっていつもそんな感じなんですけどね、はい、っていうものになってるみたいです。はい、どの辺が塗装されてるのかっていうのがちょっとねわかんないんですけども、うん、まあ多分ね装飾の一部が塗られてないだとかそういったものだと思います。うん、私バンダイさんのねガンプラはよく見てるんでどの辺が塗装されてるのかと塗装されてないのかっていうのはね見ればパッとよくわかるような感じにはなってるんですけども、プラマテリアシリーズに関しましてはどういう風になってるのかさっぱりわかりませんので、うんまあ未知数なことが多すぎるのでね、どの辺が塗装されていてどの辺が塗装されてないのかっていうのはこれはこの段階ではまだパッと見ではまだはちょっとわかんないかなって感じですね。 C で言うのであれば本当この辺の金色の装飾の部分だとか、まあ、そういったところなのかなとは思うんですけどね。うん、大体ねプラモデルだとそういったところに関しては塗装は省かれがちなんですけどね。うん、多分腰のこのとかここの部分だとかねそういったところだとは思うんですけど、はいって感じになってみたいです。うん、ちなみにグッスマさんの方で、予約開始もしてますし、アマゾンさんだったりだとか、アミアミさんだったりだとか、まあ、そういったところでも予約受付をしてますので、うん、いつも予約しているところで予約してもいいんじゃないかなと思います。特にグッスマさんの方で予約した時に何かがついてくるっていうわけではないと思いますので、うん、特に書いてないんでね、はい、まあ、どこで予約しても一緒だなと思います。価格は8300円、なかなかねプラモデルで9000円近いっていうのは結構珍しいなとは思うんですけど、まあ近々の物価上昇だったりなんだいろいろあるとは思うんですけどね。うん、まあそんな感じになってるみたいです。はい、ちょっとこのあたりがねちょっとお値段痛めをね、まあ、税込み8300円、送料合わせて大体9000円ぐらいだと思います。うん、前回ミクちゃんもねちょっとここには載ってないんですけども、同じくプラマテリアシリーズで16周年のミクちゃんがね、プラモデルになってましたので、まああれを見てどんな風になっているのかなっていうところですね。組んでみたいんだよなプラモデル、でも時間がかかるんだよプラモデルってなかなか一人で組んでる時間がないんだよな、学生みたいな時にさ、好きな時にさ授業休んでさ好きなことやるっていうのはできなくなっちゃったからね、仕事は絶対行かなきゃやんねえからさ、なかなか難しいところだね、そこね社会人の大変なところなのかなと思いますけども、うん、はい、まあちょっとね頑張って組んでみようかなと思います。はい、ミクのプラモデル組むっつってずっと組んでないからね、初めて出たミクちゃんのプラモデルもそうだったんですけども、うん、
全然組めてないからさ、なんか組みたいなと思うんですけどね。はい、まあそんな感じでやりたいです。はい、予約してる場所はもうお伝えしたので、うん、じゃあ次見ていきましょう。じゃん。はい、久しぶりに初音ミク公式ページの方に遊びに来てます。うん、こちらの方でですね、今ね、コラボ PC エルサ、ガルダ D 初音ミクエディション D のかな、うん、ちょっと読み方よくわかんないけども、はい、ミクちゃんとねコラボ PC が、出るという感じになってるんですね。はい、メインビジュアルがめちゃめちゃ可愛いよねこれね。うん、森倉さんが描いたミクちゃんですね。森倉さんっていう時点でもうすげえ最高なんですけども、うん、今回でね PC とコラボしてきてくれたということで、はい、こんな感じになってます。箱型の、パソコンになってまして、うん、ベッドでね、モニターが必要になってくるんですけども、うん、こんな感じのパソコンが出るみたいです。黒とホワイト、なんで黒だけ普通に日本語で言ったんだろうか。ホワイトとブラックそれぞれ2色がね用意されてるみたいですね。個人的にはブラックの方が映えてるのかなって感じがします。うん、ねって感じですね。で、ここ入得点として森倉さんの描いたね書き下ろしオリジナル壁紙、がついてくるという感じになってますね。で、さらにオリジナル特製マウスカーソルもついてくるということで、これいいよね、これ欲しいなと思いました。で、システムボイスが入ってんのすげえ。 PC 内部におはようございます、お疲れ様でした。特製初音ミクシステムボイスを6種類同行、システム設定と差し替えることで初音ミクがあなただけに語りかけます。さらに PC 起動中の画面ではデフォームレキャラの初音ミクがあなたをお出迎えっていう感じになってみるんです。すげえ、やるじゃん。まあそんな感じになかなかいいものになってるみたいですね。うん、で、それぞれランクがありまして、ウルトラハイエンドモデル、ハイエンドモデル、スタンダードモデル、エントリーモデル、それぞれね、4種類用意されてるみたいです。うん。ウルトラハイメトル、ハイモデルの性能と、それからハイエンドモデル、それからスタンダードモデル、エントリーモデル、それぞれちょっとだけ見ていきましょうか。はい、まずウルトラハイエンドモデルですね。549,800円、だいたい60万円ぐらいの感じに考えていいのかなと思います。うん。で、こちらがですね、スペック書いてあるね。はい、スペックこんな感じになってます。グラフィックが、NVIDIA の GeForce の RTX 4080か。結構いいやつ使ってるね。で、あ、全部書いてあるね。ウルトラハイエンドとハイエンド、スタンダードエントリー。これ全部書いてありますね。うん。4080と4070の Ti と4060の、8GB モデルのやつだ。それから GeForce RTX 3050。あ、エントリーでも結構いいやつ使ってるじゃん。うん。で、いずれも OS は Windows の11のホームと。で、第13世代の Intel、i9 と i7 と i5、それぞれになってるみたいですね。うんうんうん。いずれも13世代になってると。普段パソコン使わない人だったら、動画編集とかでもこれは十分できちゃうパソコンなんで、エントリーだけでも正直すごいいい性能。うん。スタンダードだけでもいいんじゃないかな。もうちょっと上を目指すんであればハイエンドモデルぐらいでいいと思います。はい。ああ、いいね。どのパソコンも。素敵だな。マザーとか CPU クーラーに関しては私ちょっと細かくは知らないんですけども、メモリがね 32×2 がウルトラハイエンドになってて、でハイエンドおよびエントリースタンダードは16×2ですね。あ、ごめんなさい、エントリーは16×2が1枚だけか。うん、いやでもそれだけでも十分いいと思う。ストレージが 1TB×2 と 1TB×1 になってて、という感じになってみたいですね。うんうんうん。インターフェースはどれも同じになってるみたい。まあ、いずれもどの箱にも対応して、どの箱にもあるような感じになってるね。で、拡張スロットもどれも追加でくっつけることができます。まあ、箱モデルなんでね、そもそも自分で改造することもできるとは思うんですけども、一応メーカーさんが出してるやつだから勝手に改造するとかはまずいと思いますので、素人が勝手にやるとやばいと思うからね。うん。あれなんですけども、ただ拡張スロットがメモリがついてきてますね。メモリのそれぞれスロットがありますので、自分で後で搭載することもできるかなって感じになってるみたいだね。うん、あんまりちょっと細かいところ私知らないんですけども、うん、でもいずれもね結構いいパソコンになってますね。あ、すげえなこれなんか見てると欲しくなっちゃうな
はい、って感じになってるみたいです。うん、そうだな、パソコン持ってないって方にもね、十分一番下の スタンダードモデルでもおすすめできると思います。いいんじゃないかなと思いました。うん、こりゃ素敵だ。あ、ハイエンドでいいから買っちゃおうかなちょっとパソコン今私が使ってるのがだいぶガタが来ちゃってるんでね、そろそろ変えないといけないなと思ってるんですけどね。うん、近々ね、新しいモンハンモデルって話なんで、まあそっちに合わせてもいいとは思うんですけど、まあ、あとね、モンハンモデルが出るって話も出てますので、そっち買ってもいいかなとは思ってるんですけどね。今お金ないからなぁ。ハイエンド、ちょっと悩みます。はい。40万か。カボトムは全然買えるんだけどな。はい、まあっていう感じになってるみたいです。もしね、パソコン持ってないよって方、ノート PC から始めてもいいとは思うんですけど、いきなりデスクから行ってもいいかなと思います。まあそこら辺の部分は好き好きです。はい。って感じになってるみたいです。いずれも素敵なデザインになってますのでね、僕個人としてもおすすめしたいなと思っております。はい、じゃあ最後ですね、じゃじゃん、はい、初音ミク 16×レッドタワーとレッド東京タワーのイベントが、決定、チケット公表受付中ということで、ミクちゃんと東京タワーの、イベントがどうやら、始まるよっていう感じになってるみたいですね。風強いな、風の音入ってないから大丈夫かな、はい、RPG 風回遊型アトラクションという感じになってまして、要はこれ脱出ゲームだと思うんだよね。って感じになってるみたいです。ストーリーは、舞台は歌によって調和が保たれている世界と、ある時何者かの仕業により歌声が封印されてしまう。魔法使いの力により勇者としてあなたが、あなたが召喚され、あなたが減って召喚されて、これ多分5時だねこの世界を、救うために冒険へと旅立つんだったという感じに、世界を解放しようという感じのタイプの謎解きゲームになってるみたいですね。で、コラボフードなんかも展開されてるみたいです。ドリンクだけか、コラボドリンクと、それからグッズ販売という感じになってるみたいですね。という感じになってるみたいです。6月7日、まあ来月の頭から7月の28日まででやってるみたいなので、東京タワーの方でね、もしお近くに住んでる方だったり行けるよって方だったら行ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、2023年2月から行われてきた初音ミクハッピー16バースデーでディアクリエイターズ、これからも創作の輪がさらに大きく広がっていく未来を願いながら16周年を振り返る本イベントをお楽しみください。それではまた次回のトークでお会いしましょうって感じに書いてありますね。去年からずっとやってるけど、いつまでやるんだろうなって感じはしますよね。去年の2月で今年の2月1年やってるから、まあもうそろそろ終わりなのかなとは思うんですけど、ミクの16周年は別にいつまで祝っててもいいんじゃないかなと思うんですけどね。20周年あたりまで祝っててもいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、という感じに、今回ね、全部で、ね、3つ紹介させていただきました。はい、まずはイベントが発生するよっていうこと、それから、はい、ミクのね、エルザジャパンコラボ PC のね、コラボ PC の紹介、それから、プラマテリアね、初音ミク GT プロジェクトレーシングミク2023バージョンですね、のプラモデルが予約開始しましたの動画でした。はい、まあいずれもね、リンクは、動画の概要欄のところに貼っておきますので、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。はい、あ、それとですね、コラボ PC のやつなんですけども、マウスの方も新しく予約受付をしていました。マウスの方だけ私予約しましたので、そちら届き次第でちょっとまたね、以前私今使ってるミクちゃんのね、ゲーミングタイプの、マウスがあるんですけども、こちらの方もね、もうだいぶガタが来ちゃってね、今マウスの、これ動くんですけども、スライドができなくなっちゃってるんですよね。なんかこんな感じで変な動きするんだよっていう感じになっちゃって、ちょっとね、壊れてきちゃったので新しく買い替えることにしました。ミクのねやつが出るっていうのは知ってたんで、また出ればいいなと思って待ってたんですけどもね、はい、まあね、ようやく出てきてくれるという。6月の確か中頃に届くみたいなので、読者レビューしたいなと思いますので、そちらの方もね、ぜひ見ていただければと思います。はい。というわけでね、以上3つ紹介させていただきました。紹介しましたと、ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、ミンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、グッドの評価、お願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーやと、ミクと、チャンネルをお願いします。